さあやってまいりました。今日紹介するのはですね、懐かしの駄菓子です。じゃじゃん、信号ガムにご用心。イエ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 イ、信号ガムにご用心、わさび玉。というわけで、まあ多分知ってる人多いと思いますけど、これこういうガムが他にもなんかあるんですけど、この信号バージョンはですね、3つのうち1個がわさび入って、中身わさびが入ってるんです。わさび味のガムが入ってるんです。1個だけ3分の1の確率で、まあ簡単に言っちゃ、まあ、あのロシアンルーレットみたいな感じなんですよ。で、まあこれ書いてあるんですけど、ラムネ味、ラムネ味、レモン味、グレープ味って書いてあるんですよ。で、大概これってパッケージがそれぞれこの顔が違うんですよ。大概こういう顔してるのが危険率が高いんです、本当はね。でも信号だから分かんない。とりあえず食べてみたいと思います。中身はこんな感じです。普通の、至って普通のガムです。この中のどれか一つがわさびが入ってるんです。それでは食べていきたいと思います。まず、まあ今日着てる服が青っぽいんで、まず青からいきたいと思います。どうしよう、これでいきなりわさびだったら超ショックだわ。セーフ。素晴らしいラムネ味のガムでした。どっちにしよう、どっちだこれ。これいこう、赤。まだ口の中にラムネ味のガムが残ってるけど大丈夫でしょう。いただきます。素晴らしい、俺の勘すげえ、見事回避したよ、わさび玉をね。これ1個残ったのしょうがないんで、辛いやつ食べてみたいと思います。どんだけ辛いのか、まあいわばどんだけ辛いか試すだけです。もうロシアンルーレット関係ない。いただきます。最悪やこれ。あの辛いとかうんぬよりも、まずわさびとレモンを一緒にするな。臭い。一回噛んだ瞬間もううわっていうような、もうなんか異臭を放つ、なんかわさびなんだけど臭い、非常に臭い。ひどいね、これは。これちょっとね、遊び半分でね、時間空いた時とか休み時間とかね、高校とかね、まあ、お菓子食べちゃダメだと思うけど、昼休みとかさ、これちょっと試しにやってみたら意外と盛り上がるかもしれない、ね、会社とかでももしかしたらこれ盛り上がるかもしれない。ぜひね試してみてください。まあ、多分駄菓子屋でもコンビニでも売ってるんで、確かね32円とかだったかな、めちゃめちゃ安いんで、ぜひ試してください。これですね、点数今回6点です。なんかね、面白いんだけど辛いのがなんかやばいっていうだけじゃね。